4人組ロックバンドザ・バックホルンは25日、今日、MEI ムービーツアー -2004-2019 と題し、バンドがこれまでに発表されたライブ映像13作品を YouTube 公式チャンネルでプレミア公開すると発表した。今回のムービーツアー企画は、新型コロナウイルスの影響により延期となった、今日、MEI ワンマンツアー、カルペディエムから今をつかめで、開催が予定されていた13公演と全く同じ、日時に合わせ。これまでに発表してきたライブ映像の中から13作品を、厳選し、YouTube にて各人よ限りプレミア公開していくという、もの。ムービーツアー初日の5月27日は、最新アルバム、カルペディエムの初回版特典映像より、2019年1月に行われた結成20周年を締めくくるアニバーサリーツアーファイナルの日本武道館公演の模様がフル公開される。順次公開される13作品は、2004年に日比谷野外大音楽堂で行われた夏のワンマン市街戦、夕焼け目撃者の模様が収められているライブ、DVD、爆音夢花火など、バンドのライブ史を紐解くツアーそのものとなっている。ライブに行くことができないリスナーへ、何かライブを感じてもらうことはできないかというメンバーの思いから企画された。結成当初から変わらない。魂のこもったバンドのライブを今から昔まで余すことなく感じることができる。映像は予定されていた各公演の開演時間に合わせて順次ヨウツベ公式チャンネルにてプレミア公開となる。ムービーツアー公開スケジュール。5月27日水曜日午後7時公開。ザ・バックホルン 20th アナバーサライ、オールタイムベストワンマンツアーから、今日 MEI 祭りから。2019年2月8日、日本武道館、12th アルバム、カルペディエム初回特典映像。公開 URL、https://youtu.b/sknlp3kg1m/by。 6月3日、水曜日午後7時公開。今日、MEI ワンマンライブから、第3回夕焼け目撃者。2017年10月21日、日比谷野外大音楽堂ミニアルバム、情景泥棒初回特典映像。公開 URL、後日発表。6月12日金曜日午後6時公開。今日、MEI ホールツアーから、月影のシンフォニー。2016年12月8日、中野サンプラザにシックスシングル、孤独をつないで初回特典映像。公開 URL、後日発表。6月14日、日曜日午後6時公開。今日、MEI ツアーから、運命開花。2016年6月12日、新木場スタジオコーストライブ DVD、今日、MEI ツアーから、運命開花。公開 URL、後日発表。6月19日金曜日午後7時公開。今日、MEI スペシャルライブから、人間楽団大幻想会。2015年4月30日、渋谷公会堂にフォースシングル、W/SU 初回特典映像。公開 URL、後日発表。
6月27日土曜日午後6時公開。生きる才能完全再現ライブ from マニアックヘブン、ボリューム8。2014年12月25日、新木場スタジオコーストにサードシングル、悪人、その先へ、初回特典映像。公開 URL、後日発表。7月5日、日曜日午後6時公開。今日、MEI ツアーから、暁のファンファーレ。2014年7月10日、ZEP 東京ライブ DVD、今日、MEI ツアーから、暁のファンファーレ。公開 URL、後日発表。7月15日水曜日午後6時30分、公開。どこへ行く完全再現ライブ from スピードスタ R レコーズ 20th Anniversary Live Live The Speedstar 20th 2013年1月18日 ZEP ダイバーシティ T を挙にファーストシングルバトル今初回特典映像公開 URL 後日発表7月17日金曜日午後7時公開今日 MEI ツアーリブスコール2013年1月6日日本武道館ライブ DVD 今日 MEI ツアーリブスコール公開 URL 後日発表7月31日金曜日午後7時公開創造のパルス2009年4月29日 JCB ホールライブ DVD 創造のパルス公開 URL 後日発表8月18日火曜日午後7時公開今日 MEI ライブから裸足の夜明けから2008年6月7日日本武道館ライブ DVD 今日 MEI ライブから裸足の夜明けから公開 URL 後日発表8月21日金曜日午後7時公開ライブインザサン2006年4月24日から6月17日フロム太陽の中の生活ツアーライブ DVD ライブインザサン公開 URL 後日発表8月26日水曜日午後7時公開爆音夢花火夏のワンマン紫外線夕焼け目撃者2004年7月17日日比谷野外大音楽堂ライブ DVD 爆音夢花火公開 URL 後日発表